上が横向きでうつ伏せです、はい、ただそのままでは取れなかったんで、はい、洗濯ネットに入れてます、はい、でこれちょっとハムスターなんですけど上が横向きでこれがうつ伏せです、はい、そうするとあ これが胸こっちが腹側ってことですか、うん、だから向こうがこっちが背中側ってことですか、これはうつ伏せです、だから背中側ですね、はい、背中の方からこっちは取ってます、はい、でこっちは横向きで取ってます、はい、でまあ頭があってちょっと私の手が入り込んでいく、これが胸でここが心臓です、この辺が肺なんだけど手が入り込んじゃってるからこっちの方が分かりやすいかもしれないんですけど、まあちょっと太ってますこの子ね、でこれが胸ですわね、そしてよく見ていくとここは心臓なんですよ、ちょっと心臓の大きさに胸の大きさに比較すると心臓ちょっと左に大きいと思います、ただ肺にはその転移してるような人けはないと思います、もしあればここの腫瘍がね悪性度が高くて転移するとすると近くのリンパ節が肺なんですけど、肺がこう弥漫性全体的にこう白っぽくなってっちゃうんですよね、今のところそういうのはないです、ただ心臓はちょっと大きいかなと思いました、心臓大きいのは個性やっぱ年齢とともになる子が多いかもしれません、まあならない子はならないんですけど1年半過ぎてくるとね、でもうじき1年半じゃないですか、だからちょっと生まれつきではないと思いますね、うん、であとはお腹の中はちょっとこう黒いのが見えますけど、これはここでも見えてると思うんですけどガスです、腸でこれぐらいなら正常です、でも食欲なくなっちゃったりするとたくさんガスが溜まってくる、胃腸の気温が落ちてね、でもそこまではいってないと思いますから、レントゲン的には肺は転移がないから、ただ心臓のサイズがちょっと心影が拡大ちょっと大きいかなというのが分かりました。